コタキナバルは、マレーシアサバ州の州都で、東、マレーシアで最大の都市、人口は、約47万人。コタキナバルはマレーシア語で、コタキーノーボルーと書くため、KK と略されることも多い。現在は、サバ州の政治経済の中心であるとともに、マリンリゾートやキナバル自然公園への玄関口としても知られている。 19世紀以前のこの地にはアピアピ、または略称でアピと呼ばれる村落があった。北ボルネオ会社は沖合のガヤ島に本拠地を置いていたが、バジャウ族に焼き打ちに遭い、1899年、アピアピに本拠を移した。アピアピの地名は焼き打ちを連想させるため、当時の北ボルネオ会社副会長の名前を取って、ジェッセルトンと改名された。 以後、英領北ボルネオにおけるイギリスによる植民地開発の拠点としてジェッセルトンの街は発展した。第二次世界大戦中の1942年から1945年まで日本軍の占領下に置かれ、この時期は旧正のアピを復活させた。この期間に抗日放棄が起き、それに関与したとされる住民を日本軍が 軍事裁判で処刑したアピ事件が発生している。1945年、連合国軍による空爆により町は壊滅的になった。1947年イギリス領北ボルネオの首都がサンダカンからジェッセルトンへ移され、再び北ボルネオの中心地となった。1963年北ボルネオは、サラワクマラヤ連邦、シンガポールと統合し、 イギリスから独立した。北ボルネオは、サバと解消し、1967年長明を、植民地支配の名残を残すジェッセルトンから、近くにそびえるキナバル山にちなみ、コタキナバルと解消した。2000年に死に昇格した。マレーシア航空が、コタキナバル国際空港となりた、羽田、関空間の直行便を運航していたが、2012年1月を、 もって一旦すべて運休となった。しかし、同年10月より、関西線のみ再開された。その後2013年10月より、関西線が運休し、成田と小滝ナバの直行便が再開されている。南シナ海に、重要な海運拠点及び軍港である。マレーシア海軍が利用しているだけでなく、2017年1月には、中国海軍の、 超上型潜水艦と潜水艦救難艦、昇降島が寄港した。小滝ナバルでは人口、車保有台数の増加に伴い渋滞が増えている。またクアラルンプールに比べて、ラウンドアバウトなどが多いことも特徴となっており、これも渋滞の一つの原因とされている。ほぼ1年を通じて雨が多い気候だが、1月から4月は弱い寒気に当たる。 小滝ナバルはその自然を生かしたリゾートが点在している。マレーシア航空、小滝ナバル発着の羽田、関西線の運休を正式発表。フライチーム。2012年6月24日閲覧。大阪小滝ナバル路線運行再開のご案内。マレーシア航空成田小滝ナバル路線。運行再開のご案内。マレーシア航空、中国軍潜水艦がマレーシアに初寄港。 ソマリア沖で、警備と説明するが、インド軍はピリピリ、海賊対策に潜水艦いるのか産経新聞。http://www.sankei.com/.world/.news/.170108/.wor1701080047-n1.html。小滝ナバルの道路ラウンドアバウトと運転。 ワールドウェザーインフォメーションサービス、コタキーノーボルー。ワールドメテオロジカルオーガニゼーション。2013年10月23日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2014年5月7日閲覧。コタキーノーボルークライメートノーマルズ1961-1990。ナショナルオーシャニックアトモスフェリックアドミニストレーション。2014年5月7日閲覧。 ありがとうございます。